みなさん、ナマステ。日本語のーピジのパッドシャラです。私はカナーニタと申します。今日のモジュールの題は、日本とインドの動物話このモジュールの目的は、 普遍性がある動物の話について知識を得ること特に日本の文化とインドの文化で動物は文学にどのように取り扱われていますかということについて理解を得ることですそれでは始めましょう 日本の動物話日本の民間伝承には動物話の例が多く見られます稲葉の白うさぎや山田のおろうち浦島太郎のような神話そして民話にも動物が 重要な役割を果たします。昔話や民話に、桃太郎、猿むこう、鶴女房、カエルむこう、ヘビ女房、下切り雀のような話があります。これらの話に、 動物が自由に人間と付き合い対話する場面が中世の説話にもしばしば見られます。特に中世のおとぎ造詞のジャンルにはクスの世界を描いたデーマを使って面白く教訓のとくために 動物の存在が見られます。作者がほとんど不明ですが、おとぎぞしには動物の世界だけを描く動物物語もあれば、人間と動物が混在するタイプもあります。室町時代に サんにかかれたこのおとぎぞうしには、動物が登場するテーマの代表的な話に、ナハナシスズメのハシネズミぞうし、ハマグリのぞうし、カりのぞうし、カマノホなどが あります。近世になるとこの色岩はさらに動物植物の擬人化として広がっていきます。だが上記の例に日本で動物を登場人物としてもパンチュタントラのように 主要な展開や教訓単に動物が中心的な役割を果たすことはないようです。近世になってから、毛玉の歌合わせのような例が見られますが、これもあくまでも遊戯ですね。 ですから、目的が異なっています。関係語編の有名な民族学者の日本昔話修正に、動物昔話として96話のモチーフが挙げられています。12. か,んからなっているこの日本昔話の種類に日本の動物昔話の分類法はさまざまでありながらその内容を大きく二つのタイプに分けることができます。 そのひとつは、ものや動物の由来を語る動物話です。例えば、うきにはなぜカエルがなくかという点の説明をする、とびふこうのようなタイプの モチーフがあります。二つ目は動物の社会のしきたりつまり、相互のやりとりや競争や葛藤についてのエピソードのことですね。さるかに合戦のような話に カニが苦労しますが、猿に騙されて、多くの収穫が取られてしまいます。そのため、仲たがいになるモチーフですね。ここで、今まで述べた2つ目のサブタイプとして、動物が 人間と一緒に暮らし子供ができるといった衣類婚のモチーフもあげられます。このサブタイプに次のようなものがあります。一緒に暮らしているうちに男性は女性によって 禁止されたことをやってしまいます。約束を破られたので、女性の実際の姿はばれます。例えば、キツネ女房、ツル女房のようなモチーフですね。さらに、動物の話の他に、日本の絵画にも、 動物が描かれている作品が見られます。京都古山寺肖像の絵巻物で、平安時代に描かれたとされている長寿戯画の絵巻物に 動物が圧倒的に多くまるでパンチュタントラのような動物だけの世界が描かれています。しかしテキストや条文などといった説明は全くないためこの作品の背景は 不明です。いずれにしても、日本の動物話のすべてのタイプに登場する動物は、道徳団や説教に直接に貢献することはほとんど見られていません。パンチャタントラのように動物同士が 語り合いいろいろな相場を使って倫理的な話や世間話をし動物の口を借りて人間に価値観を説く形式はほとんどないですところがインド人の世界観では 人間社会と動物社会は融合しており、相互間の役割を自由に置き換えることができるほどの柔軟性があります。このように日本の場合、動物は 人間の行動を反映しているにもかかわらず、人間に教えるあるいは得ほどの立場で登場するのは特別なケースを除いて見当たりません。例えば、鶴女房のモチーフでは、 人であった人間が約束を破りますね。そのため、鶴女房は去ってしまいます。ここでも約束を守ることの大切さを直接に説くことではなく、ただ暗示しているだけ なので、本当の意味でのグー,ーとは言えません。日本のグー,ー日本の伝承の動物の話のモチーフの他には、仏教伝来のモチーフや、イソップ物語のグー,ーと、 共通するモチーフもあります。例えば、うさぎと亀のかけくらべ、サルのちゅうさい、ネズミのよめいり、いなばのしろうさぎ、人間おんしらずという話。 クラゲ骨なしというテーマ。神の甲羅の由来。月とウサギなどは、日本の各県の民話や、児童書や、絵本にしきりに見られます。 このような類似のモチーフが古代の日本歴史の流れとして仏典とともに日本に伝来したとされています。そしてその漢訳仏典の内容に含まれていた様々な例え話や 菩薩の話には、ブッダは前世に動物として生まれた時の霊剣団などが見られます。同じように、うじしい物語、こん物語の天竺編のような説話書にも 最はされています。次第にこれらの話は日本化されてしまいます。そして完全に日本のグ話として定着しています。このようなインド起源のグ話は近世近代に イソップ物語などとして西洋伝来のモチーフとして日本に定着しましたところで今若物語集などの説話集にも次のようなモチーフがありますその題は天竺 の国をネズミの保護によりて合戦に勝つことまあ勝ることと書いてありますがこれは第五巻にある十七話の話ですこの説話に見られる ように登場する動物は補助的な役割を果たします。ですから、動物が登場しても、これらの話は偶話とは言えません。このような話もたくさん見られます。仏教の経典の 動物語はもともと本上炭つまりジャタカの形式をとっています本上炭の話の数は約548段ですねおのおのの話に 主人公の菩薩は人間や鳥や動物などとして生まれ変わるのですね。しかし、中心の話の内容は世俗的です。当時に、そして当時の社会に 普及していたグ話や神話や伝説に基づいています。この本庄端の話の約4分の1が動物の話です。このように見ると、仏典を通して日本で定着してきた 具話のタイプも元来のものと少しずつ異なった形で取り入れられています。例として、日本昔話に動物世界のしきたりのモチーフのテーマがあります。これに するとカメの話がありカメの甲羅の由来を語っていますしかし同じモチーフは元来のインドの話ではおしゃべりなカメを通して無鉄砲な恋を 今しめる語はとなっています。同じように、日本の金色の鹿あるいは五色の鹿というモチーフは素晴らしくて、まれな鹿のことを記述する。 モチフですが、インドではこのモチフのテーマは人間無常。つまり、人間はなさきがないものということを取り上げています。インドの動物 は、インドの動物語の中で、動物だけを主人公とする文学作品の典型的な例として、パンチャタントラーが挙げられます。ただし、それ以前の文学、つまり、ウェーダーや、 ウップニシアドにも動物を登場させた作品は少なくありません。インドの神話の代表的なモチーフとして広く知られている。ウィシュヌの九つの決心の神話に、ウオ・カメ、 イノシシとして生まれ変わることもあります。同じように、動物が人間のそばにいて助け合う例は、インドの古典ジョージシのラマイナやマハバハルタにもしばしば見られます。ニューセンテンス特にラマイナに、 その主人公であるラーマ王は、サルのハノマンの将軍にしたサルの軍隊を中心的な役割を与えたというような描写があります。中にサル以外に和紙 熊、鳥を含めて動物が戦略を立てたりアドバイザーをしたりします。パンチタントラのグーに話が戻りますが、パンチタントラの動物の話は、インドだけではなく世界中有名です。 動物のグーワの源とも言われています。570年、戦後、パンチャタントラのシリア語版、8世紀にアラビア語版ができたとされています。パンチャタントラは、紀元前200年頃、ごろ、 書かれた作品です。目的は確かに面白くない事実を楽しく教える試みであると考えられています。日本で説話というタイトルで 難しい論理をわかりやすく解くように工夫された方法が見られますが動物を主人公にしたことで教訓説教法として知られている作品はあくまでもパンチャタントラです どこの社会にも子供にも大人にも動物がなじみがある存在です。そして社会の一部としてみなされいろいろな名神や神話の 主順語になったり、教訓段に表したりします。どこの国にもこれらが不変性に富んでいるモチーフとして、どこの文化にも通じる話です。